フライパンでくるくるって巻いて作りたいと思います。すごいやつだわ。スマイルキッチン、こんにちは。スマイルキッチンのちーちゃんとママです。今日も親子で楽しく料理をしていきたいと思います。今日作るのは年生でもできちゃうキャラメルバームクーヘンです。イエーイ。キャラメルバームクーヘンね、上の方がカリッとしてて、下の方がふわっとしてて、もちもちっとしてて美味しいんだよね、うん、で、普通バームクーヘンって木みたいにさ、こう年輪の模様になってるじゃん、うん、あれってどうやって作ってるかっていうと、うん、芯にちょっと生地をつけて焼く、ちょっと生地をつけて焼く、ちょっと生地をつけて焼くっていうのを繰り返してるんだけど、小学2年生には難しいじゃん。お家の道具でも難しいじゃん。なので今回は今回はこのね、ホットケーキミックスの粉を使って、まねっこが上手ね、粉を使って、しかも卵焼きのフライパンでくるくるって巻いて作りたいと思います。すごいやつだわ。小学2年生のちーちゃんでも美味しくできると思うので頑張りましょう。はい、レッツクッキング。一つ目の工程は芯を作るです。はい、バームクーヘンさ、中が空洞になってるでしょまだ真似してるの。そこはね、アルミホイルを使って芯を作って、そこに巻きつけていきたいと思います。はい、で、芯を作る時のポイントなんだけれども、フライパン、ちょっとごめん、ちっちゃ近いから、あ、いや、いや、取っててほしいけどママはやめて。はい、はい、芯はフライパンの長さに合わせて作ります。はい、あとね、後で芯をね、抜くんだけども、1本のものだと抜きにくいのね、うん、だから短いの2本組み合わせて、ちょうどフライパンの幅に合わせたいと思います。はい、はい、じゃあちーちゃんこれ作っていきましょう。もうね、大体で大丈夫、棒を作る鉛筆ぐらいの太さで1個置いてみて、おー、いいね。じゃあ次もう1本こっちに作ってみますね。でポイントはできればね、まっすぐがいいかな。手でさ、ぐるぐるぐるってやると大体、そうね、こんなもんで OK でーす。 OK でーす。続いての工程は生地を混ぜるです。はい、今回はホットケーキミックスを使います。はい、お、豪快にいきましたね。はーい、 OK です。さて、続いては牛乳です。はい、どうぞ。じゃじゃんじゃん。はい、割る、そう、割って、今回は濃厚な感じにしたいので卵黄だけ入れて、割った時に、黄だけ、そう、まずは片方だけに入れる卵で、 こっちに白身を落としつつ黄身だけにしてからボウルに入れるっていう作業です。うー、どうなってる、どうなってる、頑張れ。まずは片っぽに入れて、で今度お隣に移して、白身を落としつつ、あーおーあーおー、割れちゃった。大丈夫。じゃあもう一回やりましょうか。これはさ、美味しくさ、卵焼きにしようね。はい、レモン果汁入れるとね、店屋さんっぽくなる。あ、ほんと、いろんなところ見てますね。
ミックス、牛乳、卵、レモン果汁が入ったのでぐるぐる混ぜましょう。はい。でもさ、本当にさ、ホットケーキミックスってすごいよね。ね。ねえ、本当に少々混ぜすぎてもさ、美味しいんだよね。どう？すごいね、柔らかくなった。柔らかくなったね。まださ、ちょっとダマがあるから、その辺もしっかりやりましょう。やりましょう。やりましょう。もうこうやって混ぜてくれたらそれでいい。はい。はい。何で OK かな？味見？お茶。はじみ好きで、どう？おいしい？さすがホットケーキミックス。続いての工程は焼くです。はい、ここからいよいよ本番で焼いていきます。頑張りましょう。はい、火をつけました。そしてバターです。今回はクッキーズ4回に分けて入れていくので、それぞれね、バターをね 3g ずつぐらい、もうねちょっとでいいです。はい、適当で大丈夫です。はい、入れてください。4分の1を意識してみましょう。これぐらい？うん、そうですね。はい、じゃああのさ、うんうん、なんだっけ、芯っていつ入れるの？芯はね、ある程度形ができたところで入れましょうかね。で、ホットケーキミックスが焼けたよっていう合図は、このね、プツプツがね、できてくると気泡が上の方に上がってくると火が入ってきましたよっていう合図になります。じゃあ芯入れようか。やけどに十分注意をしてください。大人ならちょっと触っても大丈夫です。大人はね、もう頑張れ頑張れ。そうだね、フライパンをね、今回ちっちゃいみたいに傾けたりするとね、綺麗に巻けるよね。おお、よく綺麗に巻きました。じゃあもう一回バター入れます。はい、バター入れてください。バームクーヘンのいいところ、最後に今回はキャラメルをかけるので、はい、あのちょっとぐらい巻き方が変でも大丈夫。チュッ、OK、はい、向こうにグッと、フライ返しでグッと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 離さないでるで。だいぶ違う。で、ちょっとぐらいさ、厚みも違くても平気だから、バームクーヘンの場合。はい、もうそんなもんでいいかな。おー、ちーちゃん、だいぶ上手になったね。なんでなんかだいぶ、だいぶ上手になって、めっちゃこぼれまくってるところもありますが、気にしない、気にしないね。どこかこっちの角入れたいかな。そうか、そうね、手前に角がね、なかった。おー、なんか美味しそうになってきた。はい、ということで、綺麗に焼けました。この後芯を取っていくんだけれども、熱々と崩れやすいから、ちょっと冷ましてから芯抜いて切ってキャラメルという作業に入りたいと思います。続いての工程は切るです。はい、まずは芯が入ってるので、それぞれ芯を抜いてください。はい、2個に分けておくと取れやすいんです。OK、するするって。今回は6切れ作るので、いい？なのでまずはね、真ん中を切って、3分の1にする。おー、すごい綺麗、年輪みたいに綺麗になってます。はい、じゃあこれを3分の1、3分の1で切ってください。はい、お、上手上手。そうですね、猫ちゃんの手で綺麗に切りましょう。はい、OK、綺麗、すごい綺麗。おー、いいじゃない、美味しそう。これさ、汚い感じもするけど、ここにキャラメルつけてポンって置けばさ、ね、わかんないから。イエーイ、きれいに切りました。続いての工程はキャラメルです。はい、キャラメルはすごく熱くなるので、3つの工程に分けながら丁寧に説明して進めていきたいと思います。はい、はい。まずキャラメルの1つ目の工程が混ぜるです。火もね、ついてない状態でグラニュー糖とお水を混ぜていきます。はい、じゃあまずはね、グラニュー糖2杯入れて、ちーちゃん、きれい。はい、では続いてお水大さじ2分の1を入れてください。はい、これ少しゴムベラで混ぜます。はい、もう大体でいいよ、この後もう火入れちゃう。で、キャラメルを作る時のポイントです。火を入れてる時にゴムベラで混ぜちゃうと、中に気泡が入ってね、綺麗なキャラメルにならないの。
なので火を入れてキャラメルにしてるときはもうねゴムベラ使わない。やるとしたらフライパンを傾けるぐらいで色を均一にしてください、はい、でもう一つ大事なこと、キャラメルはすっごく熱くなるの。沸騰ってさ、お水って沸騰すると100度ぐらいじゃん。砂糖ってなんと、ね、130度とか160度とかすっごい熱くなるの。だからとっても熱くなるので十分に注意をしてください。そして触らない。でもう一つポイント、色がついてから火を下ろしてなんだかんだしてる間にだいぶね色が濃くなってくる。なのでちょっと早めに火から下ろすようにしてください。じゃあちーちゃんいきましょう。火つけます。めっちゃブツブツ、めっちゃブツブツしてるね。これがどんどん進んでいくと茶色くなります。さっきのパンケーキ焼く時の、あの生地と比べるとめっちゃ早い。めっちゃ早いね。砂糖って溶けるの早いし、キャラメルか、あの色がね濃くなっていくのも早いから。泡出すぎじゃない？泡でいいのよ。あ、すごい、うん、ゆっくりね。色ついてる、うん、好みのキャラメルの色まで調整をしてください、はい、ほら、この辺さもう黒くなってき色ついてきました。あ、すごい、うん、色ついてる、うん、はい、もうこの辺でいいかな。火を消して、はい、からコンロから下ろしてこちらに移動してください。で、この時のちーちゃんポイントです。今さ、サラサラしてるじゃない、キャラメルが、うん、この時につけるとあんまりね、つかないの。ちょっと、ジクロミがついてきたなってしたらつけるようにしましょう。はい。で、喋ってる間15秒、20秒ぐらいしたかな。ね、とろみついてきたね。そしたらちーちゃんこれつけてください。はい、はい、熱いからね、気をつけてね。おー、きれいきれい。子供の場合は濃い色のキャラメルにしちゃうとね、ちょっと苦かったりするのね。これぐらいがちょうどいいんじゃないかなとママは思います。焼けちゃう。わー、美味しそう。ちーちゃん上手じゃないですか。小学2年生でもできちゃうキャラメルバームクーヘン完成しました。イエーイ。艶やかで美味しそうにできましたね、うん、はい。じゃあちーちゃん、いよいよ試食をしましょうか。はい。さあ、どの子にするかな。あ、そっちからいくか。オッケー。じゃじゃん。いただきます。はい、どうぞ。じゃ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 ん。うんふん。うんうん。うんふん。うんふん。下はもちもちしてて、上はカリって感じ。うん、そうなのね。カリともちもちが融合するんだよね。うん、さあ、じゃあママも行こうかな。うん。はい。じゃあ、ちーたん。今回こそはやらないよ。なんでそんな寂しい声でみたいな顔する。いきますね。じゃあここ行こうか。はい、はい、行きます。いただきます。うん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 、おいしい。カリカリっとしてて、なんかもちもちふわふわっとしてて、とってもおいしいね。なんかさ、バームクーヘンって難しいっていうイメージだけど、ちーちゃん実際作ってみてどうだった？楽しい。うんうん。で、キャラメルの料理も今回初めてじゃない？うん。砂糖を溶かしてキャラメルにするっていうのはどうだった？楽しかった。楽しかった。うん、そうだね。ねえ、こんな風にホットケーキミックス買うといっぱいお料理も広がるから、これからも頑張ろうね。うんうんうん。ということで、今回も大成功でした。口にいっぱい入ってるね。ではこの辺でお別れしましょう。バイバーイ。